ナーが 6.5、BC3.6。 午前5時、江ノ島駅は眠りから覚め、一日が始まります。藤沢行きの始発は5時15分。乗客はお勤めの人たちです。数年前には築地へ行く人の姿が見られたそうです。鎌倉行きの始発は5時25分です。電車には乗客のほか、各駅に停車している電車の乗務員や駅員さんたちも乗っていきます。6時30分、江ノ島駅に朝の活気が出てきました。でも、普通駅で見受ける時刻表を見上げる人や、急いで駅に駆け込む人をほとんど見かけません。その理由はこれ、12分間隔で運行されているからなんです。通称江ノ電タイムと呼ばれ、昔からずっと変わっていません。藤沢行きの電車は通勤・通学の人たちで混み始めます。今の江ノ電はすべて2両から4両の連結車両です。タンコロと親しまれた106型電車について伺ってみました。今その私たちの後ろにありますタンコロは走っていないわけですけれども、はい、渡辺さんご自身はこのタンコロに愛着というのはいかがでしょうか。すごくあります。どんなところに。そうですね、やはり今の電車っていうのは、要するに運転台と、客席との間に仕切りがあるわけですよね。これご覧になると分かるんですけれども、仕切りがないわけなんですね。お客さんとの、対話しないまでもやはり顔を合わせることもできますですね、もうお客さんと一緒になったという感じで。そうですね、やはりお客さんと一緒に運転してると言いますか、電車乗ってると言いますか、ね、そんな感じがありましたですね。年寄りの方なんですけれども、はい、自分の家がこの辺の近くだと、ちょっとここで運転車降ろしてくださいよ。駅じゃないのですか。そうです、もう自分の電車、自分のこの町の電車っていうんですか、そういう意識がね、強かったんじゃないかと思いますけれどもね。現在江ノ電の現役車両は30両です。そのうちダイヤに乗るのは6編成20車両、残りの10車両は極楽寺検車区で整備されています。
江ノ電の最も混雑が激しいのは、沿線の学校へ通う生徒が集中する藤沢駅発の8時と8時12分の電車です。出勤や通学の時間帯を過ぎた江ノ電に乗ってみました。電車は平成2年から運行した2000型です。途中柳小路駅でこんな光景を見かけました。人気者のインコです。太郎ちゃん、怖いと思うね。こんにちは太郎ちゃん。自動車怖いよね。こんにちは。なんかこちらの柳小路の駅の近くでは太郎ちゃんすごく人気者だということですね。ねえ、あのなんていうのかしら、人慣れしてるっていうのかな、ね、とってもなんか人気者なのよね。知らないうちに人気者になっちゃったのね。ね、そうでしょ。今日今ちょっとねカメラに驚いて無口に、うん、面白いと思う。困ると思う。そうですね、本当ね。